yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks like here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm the testament I used to be. That I should have it over me. Oh, yesterday came suddenly. Why is he had to go? I don't know what to say. I said yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why is he had to go? I don't know to say. I said love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Yesterday. はい、はい、どうも。あれっきり練習してないけど、これだけは練習しないけどなんとかできるなって感じですけど、もう一曲ですけどね、日本語の曲です。ウォンキーズがですね、2002年の正月からウォンキーズに改名したんで、14年ぐらい前までは、灘の誉れというバンドだったんです。遠州灘の誉れという名前でですね、活動してます。もともとはブルースをやろうっていうことになって集まったんですけど、いつの間にかブルースから、なんかロックンロールをやるようになり、歌謡曲やるようになり、なんかお前らコンセプトもポリシーもないのかぐらいの、感じで、いろんな曲をやった頃にやってた曲を一曲、果たしてこれが正しいのかとか、そうそう、誰の曲をやるかっていう話ですよね。マリさんの曲です。マリさんって言ってもね、いろいろあります。アマチマリだったり、カリコマリだったり、どのマリにしようかなっていうところで、あのマリです。愛し愛の言葉を言わないで、さよならした人、また一人の懐かしい私の恋人、耳元で大好きと言ってた。
ジャージとかね、なんか、順次工事とか言ってますけど、あのウォンキズのギターですから、あの一川工事ちょっと来て。まだ見習いだろ。やってるじゃんね。まだ見習いだろ。見習いだろ。3年一緒にやってるから、ね、いまだに見習いってどういうことじゃないですか。ちょっとね、浩司君がスタンバイできるまでちょっとの間、いやいや、シールドこっちにある。シードルじゃないよ。あの、ここで、インフォメーションっていうか、もうほとんど身内ばっかりなんですよ。今度、毎月第3金曜日がウォンキズ の出番なんですけども、あの今月は、ね、最初の金曜日が1日元日ということで、1週ずつずれまして、うちらは第4、22日が、出番になりますので、またあのレジのところのカレンダーを確認して、1月は22日に、ね、ウォンキズ、ここでライブやりますので、よろしかったら遊びに来てください。
あ、間違えて第3金曜日15日来週来たらあのファンタイムがやってます。それはそれで損はしないと思いますので ね、ファンタイムどうぞ損はしませんのでというか逆にいやファンタイムの方がいいなっていう人がいるかもしれない知らないかもしれないので、まあそれはそれで、ファンタイムもね、もちろんいいし、合わせて、ライブに椿でレギュラーでやってるのはファンタイムの1だけなんですよ。なのでいつでも第2金曜日はファンタイム、第3金曜日はモンキーズというふうに、やってますので、ね、お時間と財布に余裕がある方はぜひいらしてください。でじゃあ、レコード準備できました、ね、どうしよう。じゃあ、プレスリーをもう一曲ハンドドッグで You're not my handプレスリーでございました。では最後に。